い、こんにちは。僕がこのビートルを買ってから約2年が経ちました。正確に言えばあと2週間ぐらいでちょうど2年なんですけど、前にも1年経ったところで動画を出してるんですけど、今回2年目ということでもう一回動画を撮ります。買った時はどのオマレだったんですけど、ホイールを変えたり、ルーフラックを作ったりとかちょっといじってるんですけど、基本的にはノーマルを維持してます。この1969年式の 1500cc、アメリカ仕様ですね。なので日本では僕が初年度登録だったんで、車検はまだあと1年残ってる感じです。2年乗ってみてなんですけど、いろんな動画で言ってるんですが、壊れないですね。これといった大きいトラブルは今のところはありません。大体こういうね、中古車っていうのは2年も乗ると大体壊れるんですよ。アラが出てくるというか。ただ2年乗ってこれだけ安心して乗れるっていうのは、車の素性がいいっていうのもあるんでしょうけど、クレービートル自体がしっかりした車なんだなっていうところですね。このビートルと同時に僕はトヨタのオーリスっていう車を持ってたんですけど、それを手放して90年代のアメ車ブレイザーに乗り換えた。それがこの車の安心感を表してるんじゃないかなと思います。セカンドカーにトヨタを必要としない60年代の外車ってなかなかないと思うんですよね。どっちかっていうとそのブレイザーの方がちょっと心配は大きい感じです。走行距離は2万キロぐらいですかね。2万キロも走ってないかな。でも2年経ったってことで、このブレーキ関係ですねとか、ベアリングとかその辺も今後チェックしていきたいなと思ってます。またこの点火系ですね。このデスビとかポイントのコンデンサーとか、この辺もそろそろちゃんと見ていかなきゃなっていう時期だと思います。今のところ不具合は全くないんですけどね。今回はこの2年ビートルに乗って、ビートルの悪いところじゃないですけど、あまりよろしくないかなというところも紹介したいと思います。僕がこの2年ビートルに乗って、ちょっと不便だなと思うところ、古い車なんで、リクライニングしないっていうのはしょうがないとして、ただここのダイヤルを回すとこういう感じで背もたれの角度に変えられます。ただこのままベタッと寝ることはできないんですけど、それはしょうがないことです。問題はですね、この後ろのラゲッジスペース。ビートルは後部座席の後ろにこうやって小物を入れというか、結構広いスペースですね、物を入れられるんですけど、ここにねアクセスがしづらいんですよね。この車2ドアなんで、この後ろの荷物を取るのにですね、こうアクセスしてこっから物を取ると、この手間が結構あります。なのでここはあまり使用頻度が高いものはここに入れられないので、僕はこっちの席に置いちゃってます。今こういう予備パーツとかなんですけど、なかなかここはね使いづらいですね。これもね、古いモデルなら多分パタンと手で倒すだけでいいと思うんですけど、この69年式になると、このヘッドレストがつくのと、ここがロックされる、この仕組みが追加されるので、安全性のためですね。首を守ってくれるのと、後ろに人がいた場合このロックがないと椅子ごと後部座席の人が前に飛んできてしまうので、事故った時に、それで運転手を守ると、その仕組みのせいでちょっとひと手間多いです。本当ならねここが開けばいいんですけどね、パコッとここが開けば完璧です。ただ構造上とかコストの問題、あと雨漏り対策ですかね。ここは開かないようになってます。はい、以上になります。それぐらいなんですよね、本当にこの車問題があるとしたら。あとミラー、サイドミラーが全く後ろが見えないっていうことを省けば、現代の軽自動車のマニュアルに乗ってるぐらいの感覚で運転できます。さすがに車体が軽いので、高速道路で風が強い日はちょっと風に煽られたりもするんですけど、それも含めて軽自動車的かなっていう感じですね。コーヒーを飲みながら100キロで普通に巡航することも可能です。で、長距離100キロでずっと巡航してても、エンジンがへたれることもないし、峠もガンガン登ってくれるんで、制限速度ってものがある以上をこのビートルで不便はないと思います。これからの時期はね、エアコンがないのが皆さんお分かりの通り辛いところなんですけど、
ただ一般的なフロントエンジンの車よりは全然涼しいです。ここに熱源がないので熱いものは全部後ろ。フロントエンジンの車でエアコンがないとかなりこの辺暑くなっちゃうんですけど、まあ、熱源がないだけでだいぶ緩和されますね、その暑さっていうのは。バイクなんかより涼しいんじゃないですかね。やっぱり屋根もあるし、バイクは結構ねエンジンの熱気が下からムワッとくるんで、エアコンがない乗り物の中では多分おそらく一番涼しい部類ではないかなと思います。三角窓もついてるんで。でまあ燃費については、まあ、10キロだったり12キロだったり、まあ乗り方によってだいぶ変わるんですけど、まあ、大体10キロ走る、そんな感じですね。でまあ大人4人の移動はちょっと厳しいかもしれません。後部座席がやっぱり狭いので、まあ、大人2人が難なく移動できる、そんな感じかなと思います。ただまあ車幅が狭いので見てもらえば分かるんですけど、僕の右肩助手席にちょっとかぶってしまってます。自然に手を置くとこの位置になってしまうんですね。だから僕みたいな体型の人がもう一人いると結構こういう感じちょっと嫌な感じになってしまうので、まあ、その辺は気をつけていただきたいなと。でまあなんだかんだ2年間、まあ、ド素人の僕が一度もまあ、ショップさんに出すこともなくメンテナンスだけで維持できているので、まあ、だいぶ優秀な車じゃないでしょうか。まあ、今後もうちょっと深いところのメンテナンスまでしていきたいなと思ってます。まあ、そのためにはまず勉強をしないといけないんですけど、まあ、今回はそんなね喋ることもないかなという感じで、まあ、こんなところでご視聴ありがとうございました。Till I get out.